先日セリアに行った時にネイルケア道具をたくさん見つけたのでいろいろ買ってみました。こんな感じで、これはペディキュアをする時になんか可愛いので買いました。でこれもエメリーボードなんですけど、なんか使いやすそうですよね。でこれ爪の表面を整えるのと、この辺はちょっとどうやって使うのかよくわかんないんですけど、ちょっとやってみようと思って買ってみました。キューティクルニッパーも今100均で売ってるんですね。どんな使い心地かまたやってみたいと思います。メタルプッシャーもステンレス製で売ってました。いろいろ買ってみたんですけど、今日はこの電動マシーン買ってみたいなと思います。一緒に購入したこちら、また後日どんな使い心地かやってみますね。電動マシーンを試してみたいんですけど、実は電動ネイルマシーンを使ったことがないんですね。初めて使うので、ちょっと手に直接天川ケアとかやるのはちょっと怖いので、フットケアでこのマシンを使ってやってみたいと思います。では早速開けていきます。これ箱にそれぞれのビットのやるのが書いてあるので、ちょっと順番にこうやって何が何に使うのかわからなくなりそうなので、ちょっとこうやって置いておきます。こういう順番ですね。この白いのが天川に使うそうです。なんかセラミックみたいな、石みたいな感じですね。これも全部セラミックみたいな感じになってます。これで凹凸を滑らかにするそうです。これは爪の長さを整えるのに使うみたいです。でこれ多分分かんなくなっちゃうので、ちょっとここ置いときます。これパッケージを取っとかないと、なんかどのビットが何に使うのか分かんなくなっちゃいそうなんですけど、これだけだとこれ何に使うっけってなってしまいそうなので、覚えるまではこれセットで取っといた方がいいですね。電池がいるみたいなんですけど、電池は別売りです。でこのネジがすごい小さいので、小さめのプラスのドライバーがいります。こんな感じで開きました。で電池を入れます。単三電池が別でいります。はい、これでいいのかな。あ、これでここをボタンを押すと、押してる間だけ動く感じですね。でまず爪の形を整えたいので、これですね、これを刺します。これ刺すだけなのかな。これでいいの？刺すだけでいいみたいです。でこれを押すと回る。結構振動がすごいですね。マシンを使ったことないのでわかんないんですけど、なんかここがすごいブレてる気がします。で足の爪ちょっと分厚めなので、まあ、削りすぎても安心っていうのもあるので使ってみますね。ここに当てないといけないんですよね。強く当てすぎると止まります。押してるのに、なんだろう、全然削れてる感がしないですね。当てる場所が違うのかな。でもこれでいいと思うんですけど、すぐ止まっちゃう。全然削れません。足の爪が分厚いからかな。本当に軽く当てないと止まっちゃいますね。全然削れません、まあ、多少は削れてるけど結構時間かかりそうですね。なんかマシンを使うと速そうっていうイメージがあるんですけど、全く速くは削れなさそうです。変える時はこれを引っ張れば大丈夫そうです。ヤスリで削った方が早いっていう
感じですね。多分ルースキューティクルっていう爪にへばりついてるこの甘皮を削り取る感じだと思うので、先にこちらのプッシャーで甘皮を押し上げておきます。私ネイルマシン使ったことないので正しい使い方なのかわからないんですけど、初めて使うっていう風だとしたら多分私と同じ結果で、さっきのやつ全然削れない気がする。甘皮のお手入れっていうところに入ってたこちらを使ってみますね。とりあえずやってみます。なんだろう、結構なんか私マシンって怖いイメージあったんですけど、こうやって皮膚に当たってもそんなに痛くはないですね、一瞬だったら。ただずっとこう当たってるといけないんだと思うんですけど、一瞬皮膚にこう当たっても全く痛くない。使い方が間違ってんのかわかんないんですけど、よく取れてんのかすごいよくわかんない。てか爪が傷ついてしまいましたね。こういう風のがいいかな。ちょっと当てるだけで結構表面が削れるので、強く押し当てない方がいいですね。ついでにこちらのアタッチメントの方なんですけど、甘皮や爪の凹凸を削るっていう、こっちの方がこの甘皮の際のとこが綺麗になりそうなので、ちょっとこっち試してみますね。ちょっと金属だと怖いですけど、でもさっきのよりこっちの方が取りやすい。あ、これすごいやりやすいかも。甘皮はなんかこっちよりこっちのアタッチメントについてたこっちの金属のこれの方が全然やりやすいです。この甘皮ってだいたいこういう縁についてるので、そこのやっぱとんがってる分奥までちゃんと綺麗になる。あ、全然こっちだと綺麗になるかも。でもただ角度を注意しないとこの爪までやっぱり傷が入っちゃうので、本当に優しく。でもこれ結構いいかも。こういうサイドとかもこうやってしっかり入るので、これはすごい取れる。特に足の爪って甘皮がこう縁に結構ひっつくので、これでやると結構楽にぶわーって削れますね。慣れてくるとすごい楽で、多分動かし方がなんか手前から向こう側に動かすようにした方が削れる気がします。こういった方がいいですね。意外と怖くなくなったっていうか、皮膚に当たっても全然そんなに慎重にはやった方がもちろんいいんですけど、ちょっとだけ触れるぐらいだったら全然大丈夫ですね。強くやらなければ大丈夫。軽く本当に軽くパッパッパって当てるぐらいでしたら
あ、でもこれは結構使えそう。この本体と一緒についてたこの雨皮のお手入れって書いてあるこれですね。これはあまり雨皮綺麗になりません。これはすごい取れます、綺麗に、やりやすいかも。これは使えます。じゃあ今度爪の表面を綺麗にしてみますね。この凹凸を滑らかにっていうこれです。どっちに動かせばいいんだろう。多分こういう風に動かした方がいいのかな。こんなに削っちゃっていいのかな。若干スベスベになったような気がします。とりあえずこれぐらいにしておきますね。他もやります。やっぱ動かし方は自分の方から向こう側にっていう風に動かすと綺麗になります。こういう風ですね。であんま強くやると勝手に止まる気がします。機械が本当に軽く爪に当てるぐらいで大丈夫そうです。本体についてたこれは今すべて使ったんですけど、爪の形を整えるやつ、これはあんまり削れなかったので、雨皮をきれいにするやつ、これもあんまりちょっと使いにくかったです。これ今表面整えたんですけど、まあまあスベスベになりました。うちのアタッチメントの方のやつで、もう一個この爪の表面を整えるっていうのが、これとはまた違う形のやつですね。これをちょっと使って爪の表面を整えてみます。でもそんなにむちゃくちゃ削れるっていうほどではないので、なんか粉がすごい飛び散るとかそういうのはもうそんなにないですね。これはここがまっすぐなので爪に多分こうやってちゃんと見ながらやらないと、この角で爪をえぐっちゃいそうな気がします。そんなに変わらないですね。これと形が違うだけで、その爪の表面のスレスレ感は変わらないです。爪の縁を整える、多分こういう、なんだろう、バリみたいなのを取るのかな。雨皮のお手入れっていうところに入ってたのがこれなんですけど、似てますよね。これ最初にこの本体についてた方なんですけど、なんかほぼ一緒っていうか一緒なんですよね。触った感じのこのザラザラ感も一緒なので、多分一緒なのかなって思います。爪の縁っていうのは こういう多分バリですよね。こういうのをこうやって整えるのかな。こういう感じ、ここがザラザラになったのをこれでザーッと鳴らすと綺麗につるっと仕上がるのかもしれないです。爪のツヤを出すってやつがこれ2個入ってますね。これ1回使ってみます。どれぐらいツヤが出るんだろう。
全くツヤは出ないですね。なんかツルツルにはなるけど、別にツヤが出るっていう感じはしないですね。こんな感じで今回私自身がネイルマシンを使うのは初めてだったんですけど、セリアのクエンのネイルマシンを使ってみたんですけど、人によっては多分ヤスリが使うのが難しいという方でしたら、多分こちらの方が当てるだけなので楽かなっていうふうに思いますし、100円で試せるっていうのはすごいなと思いました。使ってみた感想としては、私の中で電動マシンを使うと手でヤスリをかけるよりも早く綺麗になるのかなって思ってたんですが、この電動マシンはむしろなんか削るのも時間がかかりますし、早くできるわけではないのかなっていうふうに思いました。もちろん何もケアをしていない状態よりかは綺麗にすることができます。でも私は自分でヤスリを使ってこんな感じでもこう削った方が早く綺麗になりますね。スポンジファイルとかでやった方がすぐスベスベにもなりますし、こうして手でやった方が早く綺麗になるような気がしてしまいました。もしかしたら私がマシンを使うのが初めてなので使い方が下手なのかもしれないんですけど、こういうパッケージとかにもこれといった詳しいやり方が書いてあるわけでもないんですね。なのでもしこの私の使ってるやり方が違うよっていうご指摘がございましたら、コメントいただけると助かります。今回この100均のネイルマシンがおすすめできるかどうかというと、私の中ではごめんなさいっていう感じでおすすめできません。手でやった方が早く綺麗になるんじゃないかなと思いました。こちらのケア用品もまた改めてレビューしてみたいと思います。もしネイルライフの方チャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。そして今回の動画が良かったなと思った方はグッドボタンお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。